記憶が戻ってから楽しいことも多いけど苦しいことも多くなりました。未来のことをよく考えます。こんな自分のままで大丈夫なんやろうか。この幸せを未来への不安で曇らせたくない。俺他でも働こうと思ってる。ダブルワークするの？あんたずっとここにおるつもりな？こういう仕事はずっと続けられるもんでもないやろ。今では完治されたということですね。ストレスはね、脳に良くないんだよ。青木、しっかりせ。先生、札幌に転勤されるんすか？私今、好きな人がおるんよ。先生は他に好きな人いますか？タモちゃんがミリをもらってくれればいいなってずっと思ってた。なんでタモちゃんは今までずっと結婚してないの？ミリが大人になるの待ってたんじゃないの？私はタモちゃんがそばにいてくれないとミリが心配。たとえあなたを忘れても、日曜夜10時。